プロボクシング大橋ジムは3日、来年の2月22日に東京、甲楽園ホールで行われる、レミのフェニックスバトル110でトリプルタイトルマッチを開催することとを発表した。メインは東洋太平洋 WBO アジアパシフィックスーパーライト級王座統一戦で、WBO アジアパシフィック同級王者、井上孝輝大橋が東洋太平洋同級王者、永田大志、三迫、 と対戦するセミファイナルの日本フェザー級タイトルマッチ10回戦では日本同級王者松本圭介大橋が同級1位の前田仁樹グリーン津田を相手に2度目の防衛戦を行う東洋太平スーパーバンタム級タイトルマッチ王座決定戦では元 WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級王者中島和樹大橋が東洋太平洋同級5位の中川麦茶一力 と対戦する。他に515キロ契約8回戦で WBA 世界フライ級2位デーブ・アポリナルを、フィリピン、と WBA 世界同級11位タネスオン・ジュンタ、対。スーパーバンタム級6回戦では星野良、JB スポーツ、とアベマナとカドエビ、角ビ562キロ契約6回戦で上松匠、駿河男児、と時広正志、豊橋、G 対戦する。 試合は NTT ドコモの配信サービス、レミノで無料制配信される。